はい、はい、クラクラです。久々に動画の方上げていきたいなと思っております。今日はね、飼ってるタランチュラの一種類がまあ2回脱皮して成長してきたんで、その動画を上げていきたいと思います。今回紹介するのはゴールデンブルーレッグバブーン、パーパクティラ、プリクリペスっていう、足が青くてボディが金色のタランチュラの方を紹介していきたいと思います。この子ですね。ちょっとレッドロージの方が映っておりますが、一応僕の家ではパーパクトラプリクリペスが4匹いるんで、その成長度合いを見てもらおうかなと思ってます。一応ね、成長の差はすごく出てますね。2体はすごくご飯を食べて、レッドローチをもう毎日食べて成長していってるんですが、もう2体は1日おきぐらいしか食べないですね。もう体格差が圧倒的ですわ。この子です。一応後からコインを並べて体の大きさをちょっと目安にして見てもらおうかなと思っています。今でレッグスパンがだいたい500円サイズぐらいですね。2回脱皮してこれぐらいになっております。この子腹パンパンですね。この子とこの子もます。この子も腹パンパンです。ちょっとあんま刺激与えたら走るんで、ちょっとだけ お尻の方押してみますけれども、こんなにピャッと走ってしまうんでね。あんまり、まあこんな感じで成長しておりますね。この子もお腹の方はパンパンですね。こんな感じです。11月2日頃に飼育を始めて、今までに2回脱皮してます。もう一体この子ですね。あとこの子もあまり餌を食べないというか、まあ元気は元気なんですけど、まあ、入れたレッドローチも食べてしまってるんですけど、あんまり大きい餌を入れても食べないですね。小さい餌の方が好んで食べます。こんな感じで4匹飼っておいております。まあクモ飼ってる方やったらわかると思うんですけど、メスを出さないと話にならないので、一応ね、ひょっとしたらもうこの段階で結構体格差が出てるんで、メスが2匹、オスが2匹なんちゃうかなって思っております。一応オスやと思われる個体ですね。こんな感じですね。食事の食べる量も少ないです。で、あんまり大きな餌は襲わないような感じですね。もう早い段階でひょっとしたら
もうオスとメスの特徴は出てきてるんかもしれないですね。これが一応オス、まあ、見比べてもらったら分かると思うんですけど、とりあえずオスの方を紹介します。で1円サイズと1円との対比です。でこんな感じですね。これちょっとね、紹介する前にいいポーズ撮ってもらおうと思って刺激与えてたら中から出てきて、ちょっとね、捕まえるの苦労しましたわ。潰さんで捕まえれてよかったと思います。もう走るんでね、もうレッドローチと同じぐらいの、本気出したら速さで走るんで、買う方はね注意してください。これからあのバブーン、ゴールデンブルーレッグバブーンを買おうと思っている方は注意して飼育してください。それと次メスの方紹介していきたいと思いますね。これがメスですね。もうお腹のサイズ自体も全然違うし、足の太さもこの子の方が太いです。でご飯の食べる量もレッドロージ与えてるんですけど、毎日食べますし、自分の体よりも大きい、餌も捕らえて食べてしまいます。でそういう部分からもおそらくはメスなんちゃうかなと思って飼っております。でこの子に関してはまだ走らないですね。刺激与えても威嚇がメインというか、なんというか、そんな感じです。もうすごく走るんでね、もうちょっとでも刺激与えたら注意してください感じですね。これもメスやと思われる個体ですけど、ちょっと中に入ってしまってるんですけどね、ちょっと分かりにくいかな。もうちょっと刺激与えたらまたダッシュで出てくる可能性があるんで、軽く紹介だけしておきます。またね、この子たちの成長動画の方上げていこうと思ってるんで、動画の方よかったらまた見てくれたら幸いです。今回の動画は以上です。ありがとうございます。この子はオスと思われる個体ですね。